はい、どうもこんにちは、ジェット大介です。今日はね、OMD EM1X というね、オリンパスのフラッグシップ、新しい機種がね、登場したということでね、まあ私ね、招待状いただいてたんで、行ってまいりました。行ってまいりまして、まあちょっと映像とかも撮ってたんですが、<laughs> えー、いろいろ理由がありまして、まあその理由についてはですね、明日、 えー、また動画を作ろうかなと思ってるんですけどもねまあとりあえず今日はですね、えー、発表会に行ってまいりまして発表会のこのお土産お土産っ <laughs> つったらあれだけどねまあプレスキットみたいなものだけどこれの中身をねご紹介しつつまあ当然ねカタログとかも入ってるでしょうからね。 あの、そういったものもね、読み上げつつね、このオリンパスの最高峰の機種についてね、語りたいなと思いますけども、まず、まずなんだこれ。あ新宿中村屋。中村屋なんてね。新宿中村屋といえば何ですか僕の中ではカレーなんですけどね。ね中村屋といえばカレーが有名だったりしますけども。 はい、何が入っておりますでしょうかね。あ賞味期限がこれね、今年の3月4日になっておりますね。3月4日といえばね、CP プラス最終日じゃないですか。はい。えー、どうでもいい情報だな。<laughs> はい、開けますまと。とにかく CP プラス行くまでにこれは食べきってしまわないといけないわけですね、私はね。えー、新宿中村屋の何が入っておりますでしょう。よいしょ。 これ見えてないけどね、あの、フィルターとかね、いろいろ <laughs> 積み上げてるんでね、物を落とすと大変なんですよね。机の上が片付かない人間でね。<laughs> よいしょ。えー、机きれいな人、羨ましいんだけど、ああ、あーもう予想通りだ、これ。皆さんの予想通りですよ。中村屋のカステラです。はい。あ、もうここに書いてあるわ。カステラって書いてあったわ。はい。えー、これ、白い紙が出てまいりましたね。 え、ご挨拶。日頃よりオリンパス製品にご愛顧とをお力添えをいただき熱く御礼申し上げます。ということでね、えー、こちら、映像事業ユニット長杉本氏の写真が入っておりますけどもね、どういったことが書いてあるかというと、この10年オリンパスはマイクロフォーサーズとともに歩んできました。うん、そうですね。その間実現してきたのは機動力という価値です。レンズとボディは小型軽量で、 などこにでも気軽に持ち上げるべきなんでベストバランスの企画であるという確信を深めていますここから新たな一歩を踏み出すにあたって私たちが高めたいのは信頼性ですミスが許されないはあなるほどはあなるほどええこういうのを入れるほどなんですよ今なぜなら 昨年後半にフルサイズミラーレスが山ほど出たからね。あ、そんなに出てない。山ほどは出てない、えー。各社1機種か2機種ぐらい発表しましたね。フルサイズミラーレスを。とにかくフルサイズやってらしたメーカーさんはどんどんフルサイズミラーレスに移行してるわけですよ。で、一緒にパナソニックもマイクロフォーサーズやってきましたけども10年間。ついに フルサイズに乗り出すということなんですね。まあ当然ね、画素数を考えたら、フルサイズじゃないと、パナソニックさんはね、8K をやりたいわけですよね。東京オリンピックで 8K を実現ってずっとね、宣言してらっしゃいましたから、パナソニックさんは 8K 分の画素数が必要。4K が16対9で800万画素ぐらいだっけだっけ その4倍ってなると、最低でも、私32、その 8K の16対9の部分だけでも、3200万画素ぐらい必要なのかな今、ざっと、うろうぼの計算をしただけだから違ってるかもしれないけども。まあ、とにかく山のような画素が必要なわけですよね。8K。うん、フルサイズ。ところが、オリンパスさんは、マイクロフォーサーズで行きますよと。これね、強い。 決心ですよね。固い意志をね、こういう文章でね、うん、宣言するわけですよ。ここで。うちはマイクロフォーサーズで行きますよ、と。これね、発表会の質疑応答でもね、社長がね、答えてらっしゃいましたね。マイクロフォーサーズで行きます。いやー、これね、意志の固さというかね、 あの、覚悟みたいなものをね、すごく強く感じましたね。はい。そして、あ、これはお土産だな。シール。オリンパスのキラキラシール。これは後でパソコンとかにでも貼っとこうかな。OMD とかね、EM1X とかっていうね、えー、そういったシールが入っておりました。はい。そして、えー、これペライチの紙、フライヤーですね。えー 新九州 OMDEM1X のあちゃうわちゃうわ e m 1 m a r k II だ e m 1 m a r k II のシルバーボディこれもね新登場したんですよ要望がすごく多かったらしいですねすっごい要望が多かったんであのシルバーもついについに登場あ 言い忘れましたけども、私ね、あのー、ずっとね、ニット帽被ってましたんでね、頭ペタってなってます、ます。はい。えー、あまり気にしないでください。<laughs> えー、EM1 Mark 2これもフラッグシップ扱いで。X も M2 も両方、これね、フラッグシップ扱いで。トヨタかよ。 マーク2も X もってトヨタかよみたいなね <laughs> 感じですけどもはい、えー、こちらが最後の中身になりますこれはカタログですね何でしょう何の機種でしょうはいこの度発表されました OMDEM1XX ちょっと見てみるね <laughs> まあまあ皆さんもねいろんなメディアさんで噂サイトの時点でご覧になってるでしょうけどもああやっぱりねこういう写真撮るんだなーって鳥が飛び立ったところとかねそういったところの写真が載っておりますけどもああこれ衝撃的ですねこれは衝撃的ですねびっしょ濡れあの発表会の中でもね ビャーって水をかぶってる、あのー、映像が流れましたけどもねそんなテストやってんだなってほんとシャワーかぶってるような状態のテストをねやってらっしゃいましたけどもね。 ああ、そこまでやるんだなーって。まあ、とある写真家さんがね、あの、水につけちゃったよ、みたいなことツイートされてましたけども。まあ、それでもね、オリンパスのカメラっていうのはね、丈夫だったりしますよね。全然 OK だとは言い切れないですよ。人の場合によりけりでね、落ち方によりけり、濡れ方によりけりですけどもね。でもね、やっぱりね、寒いところとか水濡れとかね、オリンパスのカメラ強いなーっていう気はしますね。はい、そして、えー、ー AF、AF のですね、いろいろつきましたね。あの、レバー。フォーカスのね、あの、四角い枠を、あれをね、ピッピーピーと動かす、いわゆるジョイスティックのね、レバーつきました。えー、ファインダーの中をね、覗いて撮影したものがありますんでね、ちょっとご覧いただきましょうかね。高速連写したものなんですけども、 いやあ、実にこれは <laughs>、すごいなあ、と思いましたね。パタ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 ってなってるわけですよね。うーん。ということは、ブラックアウトするということかんあれは何だったんだろうな、何モードで何をしたのかって。まあ、あゆっくり触れるわけではないのでね。いろんなね、写真家さんたちがね、私も私もって感じでずーっと、 ものすごい並んでらしたんでね、まあ一人当たりね、2、3分ぐらいしか触ってないんですけども、いやー、これはね、触ると欲しくなるなーって感じなんですよねー。触ると欲しくなるんですよね。うん。だからね、お金が大事だっていう人は見ない方がいい。<laughs> もうお店とか行って触らない方がいい。触っちゃうとやばいって。 重いとかでかいとか分かってるんだからこんなのね縦グリップ一体型になってるんだからさ重いとかでかいとか分かってるんだからさねえそこでそれが買わない理由だとかって思ってるうちが花ですよこういうの触ってねファインダー覗いてねパッと押した瞬間にブレーってなったりしたあんたも <laughs> しかもなんかね フォーカスの枠がパーンって出てきて追っかけたりなんかいい感じにこれうちのどのカメラでもこんなスムーズにいかねえわって思っちゃったらやっぱりねあららららってなってくるよいつの間にか買ってるってなってるよそういうのはもうだからね皆さんねえお金が大事な人は見ない方がいい <laughs> 絶対に見ちゃダメだよ欲しくなるってあれはうんで えっとね、ここには載ってないのかな新しいレンズ、えー、?15400 0っていうのがね、発表されました。開発発表だけでしたけども、まあ、モックアップ見たところね、さすがにマイクロフォーサーズでも結構でかくなるんだなっていう、そういう印象を持ちました。 はい、正直なところそうですね、えー。それから新しいフラッシュが登場しましたし、オリンパスもついに純正でワイヤレスフラッシュできるようになりました。純正でワイヤレスフラッシュできるようになりました。ね、ー長かったですね。いよいよ純正でできるようになりましたけども、まあ、ここまで来る段階で皆さん耐えられずに、 日清のストロボ買ったことと思います。きっと。<laughs> それを巻き返せるのかね今からね。えー、以上。私からの、なぜ会場で撮影してたのに会場の動画を出してこないんだ、おい。みたいなね。えー、そういうレポートでございました。それはまた次回。なんでそんなことになってるのかっていうのはね、お知らせしますよ。 はい。ということで、えー、じゃあね。